じゃあ、負けるという字にいきますね。まず、45度ぐらいで持ってきますが、少し長めに払ってください。中心に対してこう同じ長さで上がっていきますが、この降りてくる線も同じぐらいの長さで次の角に向かって抜いていきます。次の角はここですね。そしたら縦長の目を描きます。横を短く同じ角度で降りていきますね。そしたらここを3等分。そしたらこの角あたりから開き気味に点を大きさも合わせて打ってください。